変なことが起きます。小池という経歴鉄道が都知事になる。石丸という捨て玉がそのために利用された。玉木という自民党バリバリの男が衆院選で票を伸ばし、しかもせっかくの与野党政権交代のチャンスが訪れたのに、それをドブに投げ捨てた。今度は兵庫知事選挙で悪党の斉藤が勝つという異常なことが起きた。立花隆という威力業務妨害の有罪確定の犯人だ。立花隆が斉藤を当選させるために選挙妨害を働いた。とんでもない事件が続いて起きている。次第さんが今立花を追及している。次第さんの動画を見ましょう。どうぞ。だから生活保護を受けてるのにラウンジで働いてたことがダメであって、ラウンジで働いたことがダメって言ったわけじゃないという、まあ今日の玉木さんの会見ね、はっきりとしたことは最終的におっしゃりませんでしたけども、まあ昨日の記者会見の今日の玉木さんの会見を聞いて、もう高橋真理さんは、生活保護費の不正受給をしていた可能性が極めて高いと。これ玉木さんの説明がわからない人って相当バカなんでしょうね。相当バカっていうかバカにはわからんのでしょうね。まあね、これね、国民民主党が嫌って、これちょっと高橋真理さんがやってたという断定するわけじゃないですけど、当然ラウンジ場っていうのはお客さんで行ってますから、高橋真理さんとしたらそのお店からもらってるお金っていうのはお小遣いみたいな感じで思ってたんじゃないですかね。お客さんとして行ってるわけだから。でもそれにも当然贈与あるいは事業何らかの収入所得として申告しなきゃいけませんから、生活保護の不正受給になるということは間違いないですね。ラウンジ場って結構いわゆるその肉体関係でいわゆる売春してる人もいるっていうことなんですよ。その辺のところがめくられるのも嫌だったのかもしれないですけどね。とりあえず高橋真理さん自体がもう今ツイッターを全消ししてですね、写真とかも消してるので、まあ本人相当都合が悪かったんでしょうね。国民民主党が変わってくれると思ったんでしょうね。ご相談した上、もう見てるだけで気持ち悪くてね、まあこれが侮辱に当たるのかもしれませんが、いやーなんかね、こういうなんか自分が悲劇の自分が悪いことしてるんでしょ高橋さんよ、あなた